はい、今流れておりますこの曲、はい、ショーのマヨさんですね、飛んでイスタンブール。はい、お便りが届いております。トニー・ローガンさんからいただいておりますが、作詞家の千秋哲也さんが亡くなりました。ショーのマヨ、そして矢沢永吉、近藤正彦少年隊から美空ひばりさんまでジャンルを問わない活躍をされておりました。近頃では確かにあまり耳にすることはなくなっていますが、まさに80年代前線の頃には私自身もヒット曲メーカーである千秋さんのその作品を研究といえば大げさですが、いろいろ参考にしておりました。訃報を聞いて思い出すなど誠に失礼ではあり、非常に悲しくもありますが、それもまた時の流れというものだと思います。今まで亡くなられた多くの作家さん、歌手、俳優の方々、皆さんそうですから、ご本人が亡くなられてもそれぞれが関わってきた多くの作品は後世に残っていきます。私もそんなことができたらなぁなどと大それたことを考えて、この方もだから表現をしていろんな作品残してという方ですから、この間ちからちょっとご紹介しておりますがね、この方は匿名希望さん、小豚かなお子69kgさんからいただいておりますが、蝶野真由さんの飛んでスクランブールがなかイスタンブールがなかったら坪井さんの飛んでスクランブールもなかったでしょうね。そうそうそう、ここからもじったんですもんね。はい、からサイパラさんからもいただいておりますけれども、この方少年隊の仮面舞踏会ね、紅白で加山雄三さんの仮面ライダーといったことが鮮明に思い出されますといういろんなこの付随した思い出ですよね。緑のビニール傘さんからもいただいておりました。あ、黄色い麦わら帽子もそうか。はい、そうですね。あ、松崎しげるさんのね、ずんだもちさんからもいただきました。ナースのナスさんからも、いろんな方から、たくさんの思い出が思い浮かべますという、そういうお便りをいただいております。